えっと、リプリケート API とその使い方というところで、えっ、ー、と、まあ、お話最,最終的にまあお話ししたいところは、このリプリケートの CLI のコマンドがありまして、まあ、それで、えっ、ー、と、マルチ AI モデルを実行してみようというところですね。一つの CLI で複数のモデルを実行するというところを今回お話しできればと思います。 では、最初に、まあ、このリプリケートっていうのが、じゃあ何なのかっていうところを、まあ、ちょっと概要的なお話ですね、えー、とさせてもらいます。あで、今回の、まあえー、とお話の、まあえー、とテーマでまあ四つ、まあ、主に4つ用意してまして、まあ、最初のリプリケートの概要について話して、まあ、次に、まあ えとまず Web 版でどうやってリプリケートのプラットフォームを使っていくのか、あとはまあリプリケートのアカウント登録と API の設定ですね。そのあたりと次にえとリプリケート a t の CLI でのまあ実行方法とまあ実行例みたいなのを今回えと説明したいと思います。 でえー、とまず、リプリケートとはというところなんですけれども、まあ、このプラットフォームはですね、す、え、で、ー、にトレーニングされた AI モデルを簡単にまあデリプロイし、Web、まあ、API として提供とかですね共有できるようなプラットフォームになっております。まあ、こういうようなホームページなんですけれども、こういう、まあ、あのプラットフォームとして、まあ、ここに書いてますけど、ラン AI with an API ということで、API で AI を走らすというのが、このプラットフォームのコンセプトですね。で、既にですで、ね、に多くのオープンソースの AI モデルがここにです、ね、集まっておりまして、まあ、例えば、最近のメタ社のまあレ m マーとかですね、あと画像生成のステーブルディフュージョンのモデルっていうのは、ここにもうすでにディプロイされて、簡単に API 系で実行できるというサービスも提供しています。 でえー、と今回はまあ触れないんですけども、一応、ファインチューニングもです、ね、ここでできるように、このプラットフォーム上でファインチューニングもで,す、ね、できるようになっております。で、えー、と登録されているまあ AI のモデル数はですね、まあとまあ、登録されているモデル数としてはまあ数千以上あるといううに言われていますが、まあ、正式な数っていうのは、えー、と公開されてないというところです。 でえー、とまずですね、まあ、最初、まあ、一般的なお話から、まずさせていただければと思うんですけども、この AM とか、まあ、ディープラーニングモデルを、まあ、API 実行する、まあ、メリットとかですね、デメリット、まあ、どんなことがあるかというとこなんですけども、まあ、まず最初、まあ、メリットから言うと、まあ、ローカルの計算リソースに依存せずに、まあ、実行できるとかですね。でまあ、そのためにですね、まあ、ローカル環境を最小化できたりとか、まあ、スケールアップは、 あの、ま、実行回数を、ランの回数を増やせば、スケールアップもできる。ということで、えっと、ま、スケールアップを用意できるというところですね。あと、ま、同時に複数のモデルにアクセスしたり、実行したりというのができる。というところが、ま、大きなメリットかなと。あとは、ま、出てきた結果っていうのは、大体、ま、JSON とか、PNG とか、画像の場合だと PNG とか URL で返ってきますので、ま、マルチプラットフォームで、まあ、 このまあ、データさええー、と受け渡しできれば、マルチルプラットフォームで利用ができるというのがあのメリットかなと思います。で、デメリットとしては、やはりまあ外部のリソースを使っているとまあそもそものとこですけど、というのと、ライフサイクルが、このモデルのライフサイクルが他社に依存してしまうというときに、使いたいモデルが付きづけばなくなっている、まあ、そういうリスクはあると思います。あと、ベースのモデルによって、えー まあこれ使うモデルによって、返り値が異なるので、パースのやり方がそれぞれ違ってくるというところですね。あとはまた、プロンプトとかですね、インプットのデータが外部のサーバーに出てしまうというところで、クローズじゃないと。で、もう一つが、有料とかですね、基本課金制で使うというところでして、今回、リプリケートのプレイグラウンドだと、無料で Web 版で30分使えるらしいです。計算 時間として30分使えるらしいんですが、それ以上使おうとすると優勝、まあ、になってしまうというところですね。実際にちょっとお金がかかってしまうというところですね。ね、はいえー、ではまず最初に、じゃあリプリケートの、まあ、プラットフォームをどうやって使うのかというところで、まあ、ウェブ版のところの使用方法を説明します。でえー、とこのリプリケートというのは、えー、とモデルごとにこういう形でページが分かれていまして、 ただ、これだと、あの、メタスラッシュのメタレアマー3の 70B インストラクトというモデルがここに書いて、ここがモデル名になります。で、これ簡単な概要説明があって、下に、まあ、プレイグラウンドとか API とかですね、これ実際の使い方みたいなところに書かれているという形になります。で、えっ、ー、と、ここでいうプレイグラウンドっていうのは、この、あの、リプリケートの ウェブサイト上で、この質、プロンプトとかを入力すれば、実行できるというような仕組みになっています。ですので、ここでフォールトーチが入っておりますが、ここ消して、ホームのをもう一回インプットし直して、ここにランすれば、右側に、ここですと、デアマ r 3のアウトプットが右側に出てくるという形になります。一応、ノード JS とかですね、Python とか HTTP、そのあたりでも対応しておりますので、これ右に行けば Python ではどう,、まあ、どう書くのかみたいな行動が出てくるという形になります。で、えー、とこの少し右側に行ってですね、この API というタブのところでは、まあ、書く Node.json。まあノード JSON とかあの、Python とか HTTP。まあ、こうちはカールで実行してますけど、これは実行例みたいなのがここに書かれて、これに沿って、えー、と API を叩いてくださいねみたいなことが書かれています。えー、とこういう形で、えーと、各モデルごとにこういうページが用意されてて、えー、と使えるあの、使い方が説明されているという形になっています。で、えー、とこれはまあ一例、使い方の一例なんですけども、これは で、このモデルを使おうとすると、プレイグラウンドの,のインプット、プロンプトのところをまあ一旦消して、まあ、何かしらの、まあ、こういうプロンプトを入れてあげて実行すると、まあ、右側にアウトプットが出てくるという形になります。まあ、プレイグラウンドで、この下の方にも、まあ、ここの JSON の返り値が見たりとかですね、あとは Python ではどういうコードになっているかっていうのが、Python だとこうやって書いてくださいねみたいなことが書かれています。 で、えっ、ー、と、カールで書く場合は、こういう形で、えっ、ー、と、書いてくださいと。で、ほんのさっき消えてたんですけど、もうちょっと下の方に行くと、あの、ここに書いてますけども、えっ、ー、と、まあ、マックストークンであったり、えっ、ー、と、ミニマムトークン、あとはテンペラチャーとかっていうところを、まあ、あの、もうですね、細かく設定できて実行できるという形になっています。で、えっ、ー、と、ここに書いてるの、ここにジェネメリトとかですね、あの、 時間が書いてますけども、ここが、まあ、計算時間になってます。で、えっ、ー、と、ここが、まあ、最初、無料枠が30分ついてる。で、えっ、ー、と、まあ、モデルによって、ちょっと計算、コストの計算違うんですけど、LLM、MM、だと、まあ、トークン計算になるので、まあ、基本、何トークン使ったかの課金で、えっ、ー、と、画像とか、画像生成になると、このテェレーションの時間が、えっと、課金対象、ここのトータルの 計算時間で課金がされるという形になります。で、えっ、ー、と、大枠のこのプレイグラウンドでの使い方はこういう形で、えっ、ー、と、で、実際で、じゃあ、それぞれのモデルを API で使うというときに、まあ、どのような最初設定をするのかというところをお話しさせていただきます。で、えっ、ー、と、まず、まあ、このリプリケートのアカウント登録というのが必要になるんですけども、 まあ、右上にですね、催、え、眠、ー、のボタンがありますので、ここをクリックしていただきます。GitHub、えーと,えー、と,と連携する必要がありますので、GitHub、まあのアカウントを作っていただいて、このリプリケートと連携していただくという形になります。で、次にですね、まあ、メアードの登録とかですね、まあ、あ QA がいくつかあって、えーと、これをこなしていただいたという形ですね。 そうすると、アカウントができますので、これでアカウントのセッティングに入っていただくという形です。で、アカウントの設定が、ここに続きまして、メールアドレスの登録と確認と、あと API キーですね。これを設定していただくという形になります。適当にトークンの名前をつけると、このクリエイトトークンで、 えーとこういう形で API が作られてくるので、これをコピーして使っていくという形です。であとは使うときに、やっぱりそのこう支払いの設定をしないといけなくて、えー、とこのピーリングの設定で、えー、とまあ支払いの設定を個別にしていただくというので、えー、と設定は完了になります。でえー、と実行自体はかなり安いので、まあ、少なく使うのだったらそこまでお金はかからないかなと。 いうような形です。で、続いて、今、まあ、このアカウントの設定が終わりましたら、まあさ、ようやくここからですね、えっ、ー、と、リプリケートの CLI での実行というのをですね、見ていきたいと思います。はい、で、えっ、ー、と、この、元ととこのリプリケートの公式の CLI っていうのは GitHub にこのページがありまして、えっ、ー、と、ここから ここに基本、まあ、インストール方法だったりとかですね、実行方法っていうのが載っておりますので、まあ、公式はそれを参考にしていただいて、えー、と今日はまああの概略的に、まあ、これを参考にしつつ、まあ、インストールから実行のところですね。えーとえー、ですの、ね、で、まあ、ここ、基本的に CLI の説明とか、ここのページを参考にしていただければと思います。 で、あと、今回は CLI で使うので、基本的には Mac はターミナルを使うという形になるんですけども、まあ、Python でラングチェーンでリプリケート使いたいという、まあラングチェーンという、その、あの、Python の IDMM とかを使うパッケージがある、ライブラリがあるんですけども、これでもあのリプリケートをサポートしていまして、まあ、これを使う場合は、ここの、 ラングチェーンの中にあるリプリケートの実行方法ですね。こっちを参考にしていただければと思います。で、今回は CLI なので、まあ、ターミナル実行ということになります。で、えっ、ー、と、まずこの CLI のインストールなんですけども、Mac の場合は、ホームブリューを設定していただいて、えっ、ー、と、この2行ですね。えーこの ブリュータップ、リプリケート、タップとブリューインストール、リプリケート。これで実行していただければ、えっ、ー、と、インストールされます。で、えっ、ー、と、ソースからあのビルドする場合は、GitHub からダウンロードしていただいて、えっ、ー、と、Make でえとビルドしていただくと。で、えっ、ー、と、次に、えっと、この API の設定、API キーの設計なんですけども、まあ、アカウントでまず API キーを発行していただいて、で、やることは、 これはもうターミナル、Mac だとターミナル開いていただいて、このエクスポートの、えっ、ー、と、リプリケートアンダーバー API アンダーバートークンイコールの,の後ろの赤い部分ですね、ここに、あの、そのまま API キを貼り付けていただいて実行する。あの、このコマンドを実行すると、えっ、ー、と、まあ、API あの、環境、環境変質をして登録されるという形に。 でここまでが終わった時点で実際に、えー、CLI でモデルが動かせるというところになりますので、実際にあの実行例を見ていきたいと思います。で、えーとまあ、実行する前にまずこのリプリケートって実際使うコマンドとしては、えー、とリプリケートっていうあのコマンドになりますで、リプリケートの優勢字なんですけど、まあ、こんな感じで、えー、とリプリケートを叩いたら見えることができます。で えっと、で、基本、ここの緑のバックのあたりですね、ここのあたりの引数を使う形になります。で、えっ、ー、と、今日説明するのは、えっ、ー、と、ラン。このランっていう実行で、えっ、ー、と、やる、やり方を紹介しますが、他にも、まあ、トレーニングとかを実行するというのもできる。あの、CLI でできるようになってます。ただ、ちょっとこれ具体的にどこまでできるのかちょっとわからないんですけども、今回は、 です。まあ、欄のところですね。えっ、ー、と、ご説明できればと思います。はい。で、えっ、ー、と、ここ、まあ、実行例1ということで、えっ、ー、と、REMA の3.1の、まあ、API っていうのを、ストリーミングで出力するっていうのを、例として最初、や、えっ、ー、と、紹介できればと思います。で、えっ、ー、と、ここに、モデルのページ行っていただくと、モデル名の横に、えっ、ー、と、コピーの名前があるので、えっ、ー、と、ここで、モデル名をコピーします。 で、これ普通に文字列をコピーすると、このスラッシュの前後に空白が入っちゃうので、えっ、ー、と、このコピーから、あのコ,コピーソタンでコピーしていただきます。で、えっ、ー、と、で、実行のコマンドとしては、リプリケートランで、この次に、このコピーしたあのモデル名を貼り付けていただいて、で、今回はストリーミングするので、ハイフンハイフンストリームで、えっ、ー、と、これはまあ、 あのコマンドとしては続きで、次にえっとプロンプトイコールで、実際にプロンプトを書いていただくという形です。で、これで実行すると、画面的にはこういう形でえっと実行になります。で、えっと、そのまま実行すると、デフォルト値、他の引数はデフォルトで実行されるんですけどこれ叩くと、 まあちょっとあの考え込んで、ちょっと時効を走るという形になります。で、デフォルトだとちょっと短いので、このミニマのトークン200とかすると、出力としては長い出力が出てきますので、まあちょっとその引き数変えていただいて、微調整するという形になります。このあたりが多分、ラマだとちょっとこう出力が最初、すごい短く設定されている。まあ、多分、最初ゼロに設定してあるので、かなり短い。 返答がデフォルトだと返ってくるという形ですね。で、えー、ともう一つは、えー、とこの StableAI の StableDiffusion、えー、のまあモデルですね。えー、とその API を使って画像生成というのも同じし、あのコマンドでできます。で、今回使うのは、まあ、これいろいろあるので、えー、とまあメジャーどころ で、まあ、オーソドックスなモデルということで、この SDXL というモデルを、えー、と選んでいます。で、えー、とそのもこういうページが、あこのリプリケート上にありますので、同じく、まあ、使い方はこの下のインプットとかホームのとかのところに、まあ、具体的にはこういう引数でっていうのを書いています。で、実際、ここの文字、ここが引数の 名前で、えっ、ー、と、これに対しては、ストリングとか、ストリング入れてねとか、あの、あとは、まあ、ま、整数値入れてねとかっていう形で、えっ、ー、と、まあ、ここにすでに何を入れるかっていうのは、もう、あの、書いてると、うん、定義されてるという形になります。で、えっ、ー、と、このモデルのところですね、コピーしていただいて、えっ、ー、と、実行例としては、こういう形で、 あのリプリケートランでモデル名で次にプロンプと書いていただいて、えっと、実行するという形になります。で、で実際にターミナルを実行すると、あちょっと、はい、でこれを貼っていただいて、えっと、実行すると、 えっと、プレディクションが走り出して、えっ、ー、と、プロセッシングが進み出します。大体いいこれ10秒ぐらいですね、画像生成だともう時間かかるので、まあ、10秒ぐらい待つと、えっ、ー、と、ま、サクセイディットということで、えっ、ー、と、この返り値として URL 書いてくるので、まあ、これオープンとかで開いていただくと、まあ、ブラウザ上でこう,こういう形で画像が出てくるという形です。 で、こういう形で、えー、と API で、えー、と画像生成して取ってくるっていうのはできます。じゃあ、えーと、今回ですね、今回のテーマとしては、まあリプリケートっていうあのプラットフォームとかですね、API の使い方っていうのを、まあ、あのご紹介させていただきましたので、えー、とやったところは、まあ、API の リプリケート上での API の設定とか、CLI を使ったあのこのまあ複数モデルの実行ですね。同じえとリプリケートラあって、モデルを変えるだけで、えー、まあ本当にプロンプトも、プロンプトまで一緒ですから、モデルを変えるだけで違うモデルがあの実行できるということで、まあ、同じえとコマンドで複数モデルを実行した例というのは一つ紹介